ナンバー2、マイペースに、しかし武々しく、破竹の勢いで今2番手、ウィングヒーロー、ホークス。が大げさな。次を担うヒーローたちはここにいます。彼らと共に平和な社会を目指して。1ってどんな気分なんすか？それではお一人ずつコメントを。諸先輩方に恥じぬ働きをしていく所存。支持率だけであれば何パーソリーの差でした。名声のために活動しているのではない。それ聞いて誰が喜びます？ステインくらい我慢が苦手なだけですよ。支持率だけで言うとベストジーニストさん活動休止による応援ブーストがかかって1位。過ぎたことを引きずってる場合ですか？やること変えなくていいんですか？象徴はもういない。節目のこの日に俺より成果の出てない人たちが何を安牌切ってんですか？もっとヒーローらしいこと言って。ホークス22歳、前回のチャートでトップ3入りを果たしたヒーロー。18歳で事務所を立ち上げ、なんとその年の下半期にはすでにトップ10に入っている。10代でのトップ10入りは史上初、最速最年少。人は彼を早すぎる男と呼ぶ。以上です。さあお次どうぞ。支持率俺以下ナンバーワン。どういうつもりだ小僧。皆さんがあまりに普通のことしか言わないんでインパクトが必要だと。あの人の引退はショック。安心しました。かっこよかったですよ。俺がそんな器に見えます？もうちょい下で自由にやりたいので。20位30位くらいで。貴様のような人間が最も嫌いだ。チームアップのお願いです。俺の地元今嫌な目撃談が増えてんですよ。お父さん好きな食べ物とかあります？そこの水炊きすげえうまいんですよ。鶏の味がしっかり出てて。重いですかね？腹減ってます？もういいですよ。頼朝のレバーは癖になる。ホークスやん、普通に歩いとうとか珍しか。どうも。おっと、ホークス2位おめでとう。見たぞ昨日の。謙虚にいかんと敵増やすだけぞ。敵って？ホークス、ホークス、イエーイ。息子が大ファンでサインを。まあおしゃれなバッグいいの書いて。もちろん。名前は？凌介。オッケー凌介、いつもありがとう。欲しいと思ったらどうにも我慢できない性分で。でもまあ今となっちゃつくよみが来てくれてよかった。翔太君仮面落ちてブランドに傷いっちゃいましたからね。そろそろ本題を話せ。噂の件ですか？神野で格納されていた数十体を。待ってくださいよ、聞いてください。出張に出た時地元の人から聞いたのが最初です。その時は警察とも協力して混乱を避けるためこっそり捜査したんですが何も出ず。でちょっと気になったんで個人的に全国飛び回って調査してみたんです。あ、どっかのアホが不安を煽る目的でほら吹いて、それが今全国に伝播してるんじゃなく感化されちゃったんでしょうね。社会が不安な時ほどそういうの売れるってか。俺は特に何もしない。昨日も同じようなこと言いましたけど、要はナンバーワンのプロデュースですよね。貴様、俺は楽したいんですよ、ほんと。適当にダラダラパトロールして今日も何もなかったと管を巻いて床に着く。これ最高の生活。ヒーローが暇を持て余す世の中にしたいんです。エンデバーさん。お客様、お飲み物。下がってお姉さん。了解、エンデバー様。おいおい、頼みますよ。感知しろ、強欲、悲鳴、呼吸、絹ずれ、人から生じる振動。ビル内の全員の救出は無理。羽が足りない、被害部分のみに限定して。ホークス個性強欲、固くしなやかな羽。完了。それがハイライトですか？まさか料理したことないでしょ。エンデバーさん、みじん切り粗いですよ。均等に切ってもらわないと。喋るより動きに神経を使うんだな。いや、羽減らしすぎると飛行性能下がるんですって。
それは、はい、見えなくなるくらい下がってください。何を隠そう、パワー押しには割と無力なんで。俺の背中やったら安心させられん。そういうとこです、エンデマーさん。俺の羽じゃ破壊力が足りないけれど、スピードなら互角です。俺羽ナンバーワン、俺の背中やったら安心させられん。マジか、もう燃えかす同然です。あまり助力できませんが、そこなら心置きなく